前に置かよ。ちょっとお待ちくださいよ。寒い。寒いやろ。これ絶対山の方もっと寒いけん。どうしよう。でも一瞬やけんね。え？一瞬やけんね。一瞬？一瞬。え？一瞬。あ、一瞬ね。え、おじいちゃんですか？うん。あ、バイク。ほら、ほら、やえ、やえ、やえ、やだ。やえ選手。まだちょっと早い。なんで？あ、まだ始まったばかりや。山あたりではしよう。山。絶対せんと思う。寒いな。寒いね。うん。何？パタパタ。これ。あ、その。しとらん、あ、しとる？あ、しとらん。ちょっと端っこに止めんねん。バイク走れてたな。今日バイク多いかもね。うん。ほら、あの YouTube のさ、うん、心霊スポットのやつであったさ、うん、おぶちめぶち。行かないよ。え、ちょっと雨降ってるやん。そう。うん。おぶちめぶちや、おぶちめぶち行かんけど。怖いよ、怖いよ。おぉ、いよいよ寒くなってきた。怖いよ。ういよ、山に行ったら野営するって言うと。ああ、そうだね。そんなこと言ったね。次はしようかね、そしたらね。なんか人、あ、今日結構おるよ。やだ、怖っ。めっちゃバイクあるよ。うん、どっか好きなとこ止めて。怖えんだけど。マジで怖えな。チャンネル登録お願いします。恐ろしいところだった。雰囲気がすごい。ああ、寒い。なんか一人で来てもさ、うん、ずっと折れる場所じゃないと思う。そうね。うん、ね、言ったやろ、雰囲気的。でもね、ホットドッグは美味しかった。うん、美味しかった。これはお店の人の感じもすごいよ。ああ、うお、風。やば。寒い。うわ、風強っ。はい。じゃあ行ってみようかな。違うかな。あ、なんか、あ、ちょっとしたよ今。私デコってしたから。あ、そうね。でも上げ切らんやったっけ。デコってしたらパッて。優しい。次は勇気を出していくよ。そうね、やっぱこう信号がないとやっぱ多いっちゃろうね。うん、バイクの人。うん。完全無視やったよね。完全な無視やったよ今の。ちょっと受けた。いいよ。マジなんなん。受けた。もういいよ。いや、せん人はせんけんね。まあいいよ、面白受ける。あ、やばい。
ガソリンがあんまりなかった一のね、点滅してるけど。ああ、入れんばね。怖いなこんなカーブ。おお。あ、これはヘアピンカーブだな、うん、怖っ。やべ、女性じゃない？あ、女の人やったよ。ねえ、ああ、期待すればよかった。お辞儀させたよ、うん、優しい。それフットブレーキ使いよ、使ってません。なんかカーブの時ってさ、フットブレーキの方がいいって聞くんだけど。フットブレーキなど今までの人生で使ったことない。でもね、不慣れなことしてなんかテンパったりするのが嫌なんだよね。いや、だから慣れた方がいいやろ。お辞儀させた。そうだよ。あ、もうやっぱりね、みんなね、手を挙げる勇気はないんだよ。違うよ。手を挙げる勇気がない健康。違うと思う。これするか、これするか。ほら、挙げられたよ。やったー。早くからせんといかね、やっぱりね。さっきから何回も言う。ボキボキに心が折られよって。そうだよ、踏みにじられたよ、あれは。あ、ほんと言ってたけどね、後ろから見やった。おっと、おっと。先らへんにあれやろ、の先、左。ああ、ああ、あった、あった。ああ、ほんとだ。え、違うやん。あれ、あれ入られんよ。 11? 何個、なんか改装しよるね。何それ、やべえ、どうしよう。じゃあ、あの西唐津駅のところ、ついてないね、やっぱり。いつもやマジレッドバロンや。ああ、うん、川ですよ。風が強いね、うん、お腹空いてきたな。あ、警察のバイクがいる、うん、しかも2台やろ、あれ、うん、2台。そういう時だいたいほら、フットブレーキに足棒置いとくやろ、普通。ここに？違う、そこで、それはキックスタートのやつ。これ？前の方がブレーキよ。あ、これね。いや、かかとはそこに乗せて、つま先をそこにフットブレーキに。あ、そうなの？体重はつま先にかければブレーキがかかっとやろ。で、前のブレーキ外しても前には進まん。あ、進みよ、進みよ。お、ほんとだ。こうですね。うん。うん、お、こういうことですね、うん、だけど坂の時はさ、フットブレーキはね、基本上り坂の時とかさ。じゃあ今度してみましょう。あれを抜くわけにはいかんだろう、ね、怒られそう。怒られんけんが。本当？やだ、こう止められそう。怒られなかった。うん、豚骨ラーメンの匂い。あれかな、違うね。ここだよ、ここ。あ、そこね。うん、美味しそうな匂いがする。エプロン屋さん、ファッションコアって書いてある。ほとんどエプロンが飾ってあるよ、ほら、あっちも。あ、これじゃない、これ。どこ、どが曲がらま、この建物なんだけど開いてる。あ、マジ、ごめん。びっくりした。開いてる、開いてる、開いてなさそうよ、これ。何時から。いや、開いクローズド、今日休みじゃない。うそ、ほんとクローズドになってるもん。あ、マジで。じゃあもう一個のとこ行こっか。マジでついてないね。なんでこんなについてないかね。おかしいよ、結構不満ばね、これ。フットブレーキって
緩やかにかかるね。そうそう、緩やかにかかる後ろは。こういう平坦な道でも使っていいわけ？うん、使うよ。ん？最初後ろからかけて前はかける。あ、足でかけて手でかけるってこと？うん。お腹空いてきたな。うん。この辺。おう。かな？焼肉や。うん。ここ。ある意味持ってるよ、うん、3件候補で選んだうちの2件がそうだよ。ああ、そしてさらにその1件が今月中で閉店やったっけ。そうだよ最後の危うかったよあげたよ向こうがあげらした件が、あーちょっとあったかい、あポカポカしてる最後の人は無視したまあいいだろう楽しいな楽しいなめっちゃ成功してるやん私どん底からのね。そうだよ、這い上がり合い、うん、ここも結構走りやすかよね。うん、おう、スムーズ。ん、あ、フットブレーキした方がやろう。うん、 あれこっちやったっけ。ん、あれ違くない。あ、なんか道が違くない。梨買おうかね。梨買おうかな。多分あの家、上りが出てる。ああ、はいはい。この道初めて通った。これ？うん。オッケー。あ、上げらしたよ。ギリギリ上げたね。おお。さっきからさ、ガソリンメーターのさ、うん、あと何キロ走れるのさ、横線になってた。あ、ドカンとのずっと、うん、何キロ走れるとか出るっちゃうね。もう走らんのじゃない。でも入っとったやろ。分からん、どんくらい入っとったろうか。もう点滅はしよっとか。あ、じゃあもう入ってないんじゃない。いや、だってささっきカフェに着くまではさ、残り100キロぐらい走れるやつやったで、うん、カフェ出た途端残り10キロになってさでさっきの酒場登れた横瀬にこれ最悪止まったらさ、うん、廃浴場持ってきてもらうもん、うん、いやそんなことありえんばってね。残り100キロぐらいは走れるはずなんだけど、うん、なんかこのバイクのメーターちょっとおバカさんみたいな。おー、お、また来た。
どうしよう。でもいいや、やめとく。女の人やったよ。ああ、じゃあやればよかった。でも後ろダンプやったけんね、あんまりなんか変な行動とかさせたくなかった。ここも結構バイク多かね。おっ、ほんとだ。うん、ガチャン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 。ちょっと先行くよ。お、うん、どうぞ。前に出てくれ。待て。まだバカボン。いや、今250人だった。待ってきた。